18の時キャディになって、それから10年間私は騙されたのよ。男っぷりだってよくのあんたにさ。朝子お前過ぎたことじゃない。何さ、あんたこの長い10年間にね、私に一番とまとまってお金くれたことあんの？たまに安物のセーター1枚ぐらい買ってくれるのが関の山じゃないのよ。